国立国会図書館の青池です。私からはですね、今回の前座といたしまして、NDL-OCR と公開中のオープンデータセットについて、簡単にご紹介させていただければと思います。本日の、目次なんですけれども、まずその NDL-OCR の、どういうものなのかといったことですとか、どういうふうに使えるのかというご紹介をですね、かいつまんでさせていただいて、その応用について、当館でやっていることを少し触れさせていただきます。その後ですね、OCR や全文テキストに関連するようなデータセット、あとはその、図書館のデジタル化資料を使ったですね、オープンデータセットについて、デジタルライブラリカフェという場でもございますので、ご関心ある方もいらっしゃるかなということでご紹介させていただきます。まずですね、先ほど徳原のご挨拶にもありましたけれどもですね、OCR テキスト化事業というものを、2021年度にやりましてですね、これは2つの事業をですね、それぞれ違う業者さんにお願いしてやっていたものなんですね。で、1つ目がですね、これまで当館がデジタル化してきた、すごい大量の2億画像以上のですね、デジタル化資料のテキスト化という事業です。もう1つはですね、これから当館がデジタル化していく、将来のデジタル化資料をテキスト化するための OCR の研究開発というテーマでですね、研究開発を行ってまいりました。で、どちらにつきましてもですね、詳しい性能ですとか、あとは事業の詳細につきまして、ホームページから公開しておりますので、ご関心のある方はご覧になっていただければというふうに思います。本日はですね、この2つ目の方、OCR 処理プログラムの研究開発、我々が未来にデジタル化していくようなテキスト、デジタル化した資料のテキストデータを作っていくために使う OCR のお話をさせていただきます。こちらですね、2022年4月、去年の4月ですね、にオープンソースで公開しております、CC BY ライセンスです。で、実はですね、これも公開しているんですけれども、継続して研究開発を実施しておりまして、また来年度、早々にアップデートしたものを公開する予定です。この時にはですね、読み上げ順序の機能ですとか、あとは、漢字の読み情報ですとか、あとはさらに性能を改善したアップデートを予定しております。で、一応ですね、一応と言いますか、視覚障害者等用のその読み上げのテキストデータを作るという大きな目的がございまして、こちらに沿うようなものを作っているという状況になっています。で、今公開している NDL-OCR なんですけれども、性能と特徴について簡単にご説明させていただきます。これがですね、実際に達成している性能をグラフにしているものなんですけれども、この青いラインがですね、既存の、いわゆるその OCR サービスですとか、あとはその、売り切りの OCR ソフトウェアで、資料をテキスト化した時の性能なんですね。で、横の、軸がですね、年代ですとか、あとは資料種別、文系の資料、理系の資料といったものになっています。右にほど基本的に新しいものになっているですけれども、古いものはですね、やはり今市場に出回っているような OCR ソフトやサービスではですね、難しいんですね。字が古かったりですとか、あとはそのレイアウトが現代のものと大きく異なっていたりですね、といったことがありますのでですね、すいません。従来の OCR が苦手としていたですね、旧字体が用いられている文献のテキスト化等に強みがあるという OCR になっています。で、この性能をどうやって出したかということなんですけれども、私どもの方で正解データを作ってですね、複数の OCR サービスで品質を事前測定して、測定結果に基づいて OCR、この青のラインは超えるようなものを作ってくださいねというような、目標値を定めてですね、それに勝てるような OCR を見事開発いただいたというところになっています。で、実際にこれ、OCR かけてみると、どんな紙面から情報が取れるのということをですね、簡単にご説明いたします。より詳しい、その、なんていうんですかね、実際のその文献等に対する適用に関しては、後ほどお二方からご説明あるかと思いますので、私からあくまでデモとして、このレイアウトでご紹介させていただきます。このちょっと色分けしているものがあるんですけれども、このまず黄色い部分が注釈ですね。この例ではですね、等中になっているものなんですけれども、注釈の部分を分けてテキスト化して、ここは注釈だよということが分かるですとか、あとは、この赤いところは本文ですね。で、このテキスト化の結果が、
きちんと読めているということが分かりますし、ここがその中ではなくても本文なんだなといったことが分かるということで、なんていうか読み上げたテキストに対する、付加情報といいますか、がついているものです。またですね、緑の箇所は柱でして、当該紙面の情報が記載されている内容をですね、また読み取ることができるというものになっています。で、どうやってお使いいただけるのかというところも皆さん気になるところかなと思いますので、ご紹介させていただきますと、機関等でですね、大規模なある程度画像をたくさんお持ちのところでシステムに組み込んで大規模に利用したされたいという場合にはですね、公式のリポジトリに手順をご用意しておりますので、Docker コンテナとして導入いただくというのがおすすめです。ただこれだとちょっと敷居が高いですとか、やっぱ Docker 難しいみたいなことあるかなというふうに思いますのでですね、個人で小規模にあるいはお試し的に利用したい場合というものがございます。こちらでですね、Google コラボラトリーといいます。ウェブブラウザ上でですね、実行できる Python の実行環境がございまして、こちらで動作するようなバージョンをですね、今回この後ご登壇いただきます中村悟先生が公開されていまして、実際のチュートリアル その使い方の動画等も公開していただいてますので、こういったものをですね、使っていただくというのがおすすめです。で、ちょっと簡単にですね、処理の流れ、どういう処理を行って、テキストが出来上がっていくのかということを次にご説明させていただきます。まずですね、これはデフォルト の順番ででして、特定の処理をスキップするということも可能です。当館の資料はですね、見開きで撮影されているんですね。デジタルコレクションをお使いになったことのある方は、皆さんわかるかなというふうに思うんですけれども、見開きのページ分割を、まず、行います。で、ページ単位になってからですね、開いたときに傾きがあったりしますので、ページの傾きの補正をする。で、その後にですね、レイアウト認識をして、先ほど申し上げた本文、Ruby とか柱といった情報がどこにあるかといったものを認識します。で、最後にですね、文字列認識ということで、その中身を読んでいくということを行います。で、実際にですね、実行するときにいろいろオプションを使う、オプションをですね、指定することができましてですね、その入力のファイルやホルダーがどこにあるのかといったことですとか、先ほど申し上げました、この処理、例えば見開きの分割はいらないのでスキップするよみたいなことを指定したりですね、あとはその人画像単位なのか、あるいはそのホルダーごと、一冊単位でテキスト化したいのかといったオプションを指定することもできます。こちらもリポジトリの方をご覧になっていただければと思います。ですね、また設定ファイルの方でもですね、設定することができる内容がございます。こちらどちらかというと、なんかプロフェッショナル向けの機能っぽいところがあるんですけれども、こういった情報を指定して設定することが可能です。でですね、オープンソースで公開したということで、OCR として使えるだけでなくてですね、改造もできる、改造ですとか、あとはその技術を使って、さらに新しいものを作ることができるんだよということをですね、少しご紹介させていただければと思います。こちらですね、私ども NDL 古典籍 OCR と呼んでいるものを自分たちで作っております。これはですね、最初に申し上げました2021年度の OCR 事業ではですね、古典籍表についてはテキスト化の対象外だったんですね。これは崩し字とか異体字、変体仮名等が使われていて、現代の資料とか、その明治期以降の活字の資料とは大きく性質が異なるので、なかなかその使用等の要件を定めることが難しいということで、ただですね、ほとんどオープン、著作権が切れているものでして、そのオープンデータですので、この中身を検索できるとありがたいということでですね、NDL OCR の開発の知見等を応用しましてですね、古典籍資料テキスト化する OCR 処理プログラムというものを実験的に開発しています。で、ここで使うデータセット等はですね、みんなで翻刻というプロジェクトがございまして、とかのものではなくて、国立歴史民俗博物館の中村、橋本裕太先生等がやってらっしゃるプロジェクトでして、こちらの成果物がオープンソース、CC BY ライセンスで公開されていますので、こちらを使って学習するといったことをしています。で、実際に作った全文を、世代データライバル、当館のサービスから、検索できるようにしまして、古典籍資料の全文検索を提供しています。こちらのですね、ソースコードにつきまして、来週目途で、公開予定ですので、ぜひお使いになっていただければというふうに思っております。
最後にちょっと駆け足になってしまうんですけれども、公開中のオープンデータセットのご紹介を簡単にさせていただきます。4つございまして、いずれもパブリックドメインマークで提供しているものですので、ご自由にお使いいただけます。で1つ目はですね、OCR テキストデータということで、今回紹介しなかった方のですね、データ化仕様の OCR テキスト化事業で作成したテキストデータは、次世代デジタルライブラリの実機サービス上で、全文テキストデータをダウンロード可能です。これは資料単位でダウンロードできるものですので、このビュアーの右下のボタンからですね、ダウンロードいただいてご自由にお使いいただくことができます。またですね、Ngram データセットというものを公開しています。こちらですね、当館、膨大な量の、資料をですね、テキスト化したもの、テキスト化しているんですけれども、著作権保護の観点から、著作権機関の存続している資料については、オープンデータにすることができないわけなんですね。ただですね、語句の頻度情報の統計情報であれば著作性がないので、オープンデータとして提供できるということで、例えばこれ例ですけど、芋掘りに行くという、キーワードが出版年代ごとに何回出てくるのかといった情報をですね、図書および雑誌資料230万資料分のですね、情報をすでに公開していますので、一体国立国会図書館がデジタル化した資料の、テキストっていうのはどんなものなんだろうってものを確認されたい方ですとか、研究にお使いになりたい方はご覧になっていただければと思います。また今日お話ししました NDL OCR の学習に使った、モデルの学習に使ったデータセットも、著作権法規範満了したものについては、から作成したものについて公開しております。こういったデータを使ってですね、ご自身で OCR をまた新たに開発したりすることも可能です。で、こちらに、最初に2つ事業あると申し上げましたけども、それぞれに作ったデータセットを収めてもらってますので、それの中から公開しているものです。こちらもご自由にお使いいただけます。また当館で内製的にですね、インハウスで作ったもの、データセットでこういったものがございますということをご紹介いたします。で最後にですね、オープンでないデータセットというものもございます。著作権保護機関が存続している資料から作成した OCR 学習データセットや OCR テキストデータは、その現資料のですね、著作権保護の観点から公開することができません。これらのデータに関しては、当館との協議の上で著作権法上認められた範囲内での使用に限り、書面を取り交わした上でですね、提供することが可能です。こちら、いいかご参照いただければというふうに思います。すいません、ちょっと最後、駆け足になってしまいましたけど、私からは以上です。